どうも、アフリカノート代表の武田典弘です。さあ、今回はアフリカ・ルワンダの暮らしと貧困、幸せとはというテーマでお話をしていきます。まず、お金についてです。こちらは貧困率を表したマップですね。ご覧の通り、アフリカの中でも特にサブサハラアフリカが真っ赤になっています。ここが貧困率が高いですよということが示されているんですね。 私が住んでいるルワンダもこのサブサハラアフリカに位置していて、えー、貧困の基準となる1日1.9ドル未満で暮らす人がなんと45.9%ということで半分近くの人が貧困層に当たるんですね、まあ、1日200円ぐらいだとすると月に直すと6000円未満で暮らしている人が半分近くだということでかなり少ないですよねそして平均月収や年収はいくらぐらいなんだろうと気になりますよね こちらのデータは私が青年海外協力隊時代にルワンダの農村部で調査をしたデータです。もうすでに7年ぐらい、7、8年前のデータなので、さすがにこれよりは月収は上がっていると思うんですが、この時調べた限りでは、6割が2000円台、そして平均が2800円という結果になりました。こちら、日当じゃなくて月収ですからね。 えー、ほとんどの人たちが 1, 1ヶ月を3000円より少ない値段で暮らしていました今は物価もだいぶ上がってきているのでおそらくまあこれが平均5000円ぐらい農村部でも5000円ぐらいになっているんじゃないかなと思いますこういった人たちのほとんどは農業で生計を立てているんですね、えー、ルワンダの労働人口の約7割が農業に従事していると言われています ただし、その農業でも自分で畑を持っていない場合は誰か畑を持っている人の家に行って耕すのを手伝ってそれで賃金をもらう形になります。そうすると当時は半日働いてだいたい70円とか80円もらえると言っていました。 なのでそれを 70×30 日をやると2400円とかになるのでだいたいこれぐらいの金額になるという計算ですね。ただし統計って本当に当てにならないんですよね。ルワンダの平均年収とか平均月収とかで検索をしてみてもいくつかデータは出てきます。私の調査では円という農村部に 限定してですけどね、2800円だったのが、えー、2015年のこちらのブログでは、世帯年収の平均が約400ドルということで、月収に直すと3500円ぐらいだったりとか、AFP の記事では6500円だったりとか、あとサラリーエクスプローラーっていうサイトがあるんですけど、こちらで見ると6万9200円になったりとかするので、もう全然違いますよね。 なので、本当に統計って当てにならなくて、それはその通りで、私は農村部しか調査をしてないですけど、この6万9千円とかになっているような、一般的な統計とかで答えるのって、農村部よりも都市部で、それなりにリテラシーとか仕事がちゃんとある人とかがこういった統計に答えているはずなので、そうするとぐっと平均が上がってしまうんですね。なので、そういったところで統計はあんまりルワンダをはじめとした途上国の場合は、そこまで当てにならないなと思います。えー、まあ月収は千 円前後ぐららいいがもしかしたら妥当かもしししかかた妥当れないですね、まあ、最近は特に、ね、あの物価が高騰してきているので富裕層とかも含めて平均を出すと1万円ぐらいになっている可能性がありますただそれだけじゃなかなか生きていけないんじゃないかと思えますけども自給自足とか物々交換とかがいまだに、ね、行われているのでそんなに現金に依存しなくても生きていけるということになりますちなみにルワンダでどんな作物が栽培されているかというと、まあ、主な農産物はこちらの通りですね キャッサバっていうのはあれですね、えー、タピオカの原料になるような芋の一種です。それから料理用のバナナというのはフルーツのように甘くなくてじゃがいもみたいな味がするバナナです。煮込んだりとかして、えー、本当に主食の一つとして食べられています。それ以外にもさつまいもとかじゃがいもとか、まあ、基本炭水化物が多めですね、ルワンダの料理は。あとお米も食べられています。そしてこちらがあ主な、ね、代表的な食事です。 ただ、こんなに一気にいろんなメニューを食べられることは稀なので、これは特殊な例ですね。私がやっているホームステイプログラムで出してもらった時のご飯です。うがりというのが先ほどのキャッサバをお湯で練ってお餅みたいにした食べ物ですね。そしてこちらが先ほどの食用バナナ。それ以外にもポテトとか牛肉とかお米とかが載せられています。 ただ、えー、お肉を食べるっていうのもそんなに頻繁ではないですね。もともとそこまで習慣がないというのと、お金がなくて肉を買えないということも結構あったりします。まあ、ただですね、お金はないけど死ぬほどではないと。 じゃあそれでまあ問題ないでしょうと思われるかもしれないんですがやっぱり問題はあるんですよね、えー、私が一番問題だと思っているのは人生における選択肢が少なくなってしまうということですねこれはあのアマルティア・センという人がケイパビリティアプローチっていう考え方でも提唱してるんですけど未来に開かれた可能性かっ潜在性を持たないことこそが貧困だと 単純,単純にお金がないというだけじゃなくて、その人がせっかく秘めている可能性とかに蓋をされてしまうことが貧困だよということですね。なので、選択の自由とか機会を重視しましょうということが考えられています。そしてまさにそれを実感する出来事がありました。 えこちらの写真に写ってるのは私がやっているホームステイプログラムの受け入れ先のホストファミリーですね特にそのホストブラザーのエリックという男性がいます彼は当時20代中盤ぐらいだったんですけどその時に話したのが「I can't create my life now」と自分の人生を想像できていないんだと言っていましたどういうことかというと自分は仕事がないからお金を得られてなくてでお金がないから車が欲しくても車が買えないしそれから結婚したくても結婚したくても 結婚ができないんだとだから自分の人生を思い通りに作れてないんだよねということを話していました。で、これのまあ現況はやっぱり仕事がないということですよね。仕事があれば安定収入を得られてそこから好きなものを買ったりとか家族を養ったりもできるんですけどそもそも仕事がないということでいろんな面に悪影響が出てきてしまっています。なのでそれこそがまさに可能性に蓋をされているということですよね。